高島四郎兵衛は、江戸時代の長崎の町年より高島屋歴代当主の名。初代重治は、高島氏治の子で、良悦と号した。高島家は、近江国高島郡高島省の出身で、天正元年に一族が離散したため、父と共に、肥前国富士津郡に逃れ、翌2年に、長崎に移住。後に頭人と呼ばれる町の指導者層の一人となる。元和8年7月12日没。重治の子、四郎兵衛茂邸は、宗義と号し、元和元年に、長崎の町年寄りとなる。延宝元年10月3日没。以後、高島家の当主が、長崎町年寄りを世襲し、その多くが、四郎兵衛を名乗った。茂邸の子、四郎兵衛茂卿は、寛永13年に築造された、出島の建造費用出資者である、出島町人の一人に名を連ねた。島原の乱の際の長崎警備における功労により、江戸で将軍、徳川家光に拝謁し、自服2両と銀100枚を賜った。延宝元年8月8日没。茂卿の子、四郎兵衛用村は、延宝4年に長崎代官、末次平蔵が密貿易の咎により、流罪となった後、他の町年寄りたちと共に代官職を代行した。元禄4年11月1日没。高島家の本邸は、旧大村町にあったが、天保9年の大火で焼失。広さは1024坪。幕末の砲術家、高島秋帆は、四郎兵衛の家系の出である。ABCDEFGHIJKLM、高島四郎兵衛、国史大辞典第9巻、吉川博文巻、27から28ページ。AB、長崎町、長崎県の地名日本歴史地名題計43、平凡社、108ページ。伝統と格式を誇る、長崎町年寄り、赤瀬博著、株式会社長崎出島講談社選書メチエ、121から123ページ。長崎県の歴史山川出版社、146から147ページ。町年寄り、原田博次著、図説長崎歴史散歩大航海時代に開かれた国際都市河出書房新社113から114ページ。長崎歴史の旅富山幹雄朝日新聞社17ページ。町年より長崎県大百科事典長崎新聞社797ページ。長崎町年より国史大辞典第10巻吉川博文巻582ページ。長崎県の歴史山川出版社178ページ。原田博次著、図説長崎歴史散歩大航海時代に開かれた国際都市河出書房新社42ページ。長崎歴史の旅富山幹雄朝日新聞社24ページ。長崎市高島秋帆旧宅 www.city.nagaki.lg.jp2021年3月1日閲覧。有馬製法著、高島秋帆人物総書、吉川博文巻、34から35ページ。大村町、長崎県の地名日本歴史地名題計43、平凡社、120ページ。高島秋帆、国史大辞典第9巻、吉川博文巻、27から28ページ。ありがとうございます。